さあ、運営さんのコメントで26日18時からレッスル1のタックリング戦横浜大会が放送されると。おお、すごい、継続してこのタックリング戦を追うことができますね。やったーと喜んでますね。おお、いいねと、わーいと、分かりやすい喜びがコメントで流れている中、第2試合でございます。さあ、ノーズの5番バッター的存在、藤原ライオンが入場してまいりました。ライオンと書いてますね、右のところに。雷に音と書いてライオンと。はい、コメントの、運営コメントので周りに美味しいものがたくさんあると、ちょっと具体的にちょっと教えてあげてくださいよ、どういうものがあるか、ラジアントホールの周辺に。天野がありましたね、確かね。オッパブはないんじゃないですかね。さあ、続いて入場してまいりました中野上の康文。今宵はノーズの藤原ライオンとの一騎打ちです。レッスル1対ノーズ。先ほども申しました通り、対抗戦に関してはノーズの方が今のところ勢いを感じさせます。特にこの中野へのは児玉雄介とシングルマッチで敗れております。なかなか勝てずにいる。なんとかその流れをレスランの生え抜きとして変えたいところです。そんな中迎えた本日のシングルマッチ、中野への対ライオン。最近はノーズの、ね、メンバーとやっぱりタッグマッチあるいは6人タッグマッチに出場する機会が多い藤原ライオン、シングルプレイヤーとしてはまあどのような動きを見せるか、どれほどの実力があるか、それを測るにちょうどいいこのシングルマッチでしょうね。なかなか今レッスル1もメンバーが増えてきておりますので、シングルマッチが組まれる機会自体が、それほど多くありません。やっぱりどうしても対抗戦、タッグマッチ、6人タッグマッチが中心になる中、あの藤原義明から藤原の名を名乗っていいと免許改伝をしてもらってのこの藤原ライオンのリングネームです。エルボーが得意な中野上野に正面からエルボーで行った藤原ライオンですが、一発で突き飛ばされてしまいます。そしてボディースラム。藤原ライオンを名乗るだけにやはりサブミッションを使いたいところでしょうが、今のところグラウンドに持ち込むことはできておりません。これもボディースラム。場内からはライオンライオンのコールが飛んでおります。その声援が耳に届いているか。藤原ライオン腰を押さえながら立ちましたが、待っていたのは3発目のボディスラム。これを溜めて投げつけました。かつての師匠であるルフィ君浅野を放出させます。溜めを加えたボディスラム、ボールに行きましたがカウント2で返す藤原ライオン。さあ、ライオンだけにもっと噛みついてほしいところだ。しかし今は動きが止められている。野生の牙をもがれてしまったか。ストンピングの雨あられ。さあ、動きが止まったライオン、やはり腰背中のあたりを押さえております。
先ほどのボディスラム3発が効いたか。これもバックエルボーが待っていた。意図的なんでしょうか、中野へのに対し攻撃に行く際は必ず相手の得意技であるエルボーでいっております、藤原ライオン。しかしこれは完全に中野への土俵です。何発いっても一発で返されてしまいます。そしてこのボストンクラブ逆エビ固め、痛めてる腰に効きます。さあ先ほど腰を押さえていたライオンにとっては厳しい攻撃、おたけびではなく同国を上げ取ります。ライオンなんとか張ってエスケープ、サードロープに腕をかけました。さあ今日は余裕を持って攻めているのかな、中野への。ここ最近はノーズ勢にね、いいようにやられておりますので、ちょっとね、イメージ的に悪い状況でしたが、おっとこれはフライングラリアットがジャンピングネックブリーカーのようになりました。さあ一発の大技で中野への止めたぞ。しかし腰に効いているのですぐに反撃に行くことはできない、後が続かない。膝を打ち当ててフェイスクラッシャーです。硬い味方めるが完骨。あ、今カウント2で返されたのがよほど悔しかったのか、カンバスを叩いております。しかしここは悔しがっている場合ではありません。劣勢の展開をなんとか優位に変えなければいけません、藤原ライオン。さあここで打撃を出してまいりました、蹴り。前半はエルボー、そして ここからは蹴り、キックを見舞ったがカウント。さあ5分が経過いたしました、第2試合です。まだ中野への方には追い込まれているという感がありません。今のところは藤原ライオンの攻撃を受け切っているというところでしょうか。しかしカウンターでこれもネックブリーカーのように相手を叩きつけ、バックドロップ。韓国これを跳ねのけて気合を入れます、ライオン。これは雄たけびだ、同国ではない。ライオンの雄たけびが博多スターレーンに鳴り響きます。しかしエルボー連打、エルボー連打、ちょっと目がうつろの状態になってしまったライオン。今のは効いたか、カウント2で返されましたがすぐコーナーに上がります。中野への狙うはダイビングエルボーか、右手を差し上げて、そしてエルボー、ダイビングエルボーが決まったがカウント。この辺はライオンが粘ります。しかしここは仕上げにかかるか、またしても右腕を誇示する。狙うは必殺技のノックアウェイか、ノックアウェイが決まった、カウンターのエルボーバット、吹っ飛ばされたライオンが動けず、ラインを捕獲に成功しました。中野への安踏み完勝と言っていいでしょう。6分35秒、片エビ固めで中野への安踏みの勝利です。藤原ライオンとしては持ち味を発揮できぬままに終わってしまいました。いつもの威勢の良さを発揮することができずに終わった藤原ライオン、課題を残した一戦となってしまいました。